ノートに挟まれた、こう必要の下敷き下敷きとは、物の下に敷く物の総称である。または、倒木の下敷きになるといったように何かに潰された、もしくは乗っかられた様子を指す用法もある。だが、特に普通名詞としての、下敷きは、筆記をする紙などの下に敷く物を指す。一般的に、筆記の際に用いられる下敷きの材質は、鉛筆、ペンなどこう必要は、 硬いプラスチック、毛筆用は柔らかい毛線である。ノートや紙に何らかの事柄を書くとき、下に敷いて使う板状の文房具である。ノートを開いて、下に何も敷かずに字を書き込もうとすると、筆記者の筆圧によって、多かれ少なかれノートの紙が下に沈み込むことで、紙の裏に筆記の跡が残ることがある。また、紙虹などを書く際、紙の下に凹凸があったり、 紙の下が柔らかい平面だったりすると書きにくい。このような場合、筆記を行う紙の下に硬く滑らかな板を敷いて書きやすく、かつ筆記される紙より下に筆記の跡が残りにくい状態にする。主にこのような用途を目的として作られている板を下敷きという。ある程度の硬さを持ちつつ、薄く軽量、平滑であり、さらに子供でも、 容易に購入できるよう安価であることが求められる。日本国外ではあまり見られない文房具で日本国外から日本の学校に入学した子供にとっては使ったことがないため戸惑いを生じることもあるという。材質としては高質ポリエンカビニルや厚紙などが一般的である。近年では環境問題への関心の高まりからポリプロピレンや ポリエチレンテレフタラートを使用するものも出てきている。寸法は、おおむね大学ノートと同じ大きさ、すなわち、B ご飯のものが最も一般的である。様々な印刷が施された下敷きが多く、流通しているが、これについては紙に印刷を施し、表面を、ポリエンカビニルで折っている。紙を使わず、ポリエンカビニルをそのまま板状にしただけのものもある。先日のように、 下敷きは何らかの印刷が施されているものが多い。漫画やアニメーションのキャラクターの絵、各種の写真などを印刷し、様々なデザインのものを安価で大量に製造することが可能である。このため、最も安価な記念グッズの一つとして販売あるいは配布されることが多い。また、同人サークル活動の一環として、下敷きを作り販売するサークルも多い。 書道版紙のもとに敷かれた、もう必要の下敷き長方形の黒いフェルト製であることが多い。軸張りの目安として、四角い枠がプリントしてある場合がある。展示で、創作、学説などの元ネタとなったものなどを意味する。ありがとうございます。